まあ、1日目も2日目も、高田さんの行動不審だから間違いないと思うけどな。俺の行動って不審だった？めちゃくちゃ。ボタン余ってるのって誰ですかね、ちなみに。姿僕ま余っだあてりまます。す。あ、自動車しちゃった、間違えて。行くんですが、先ほどもね、あった通り、アッサーさんが初プレイですので、今日はですね、まあ、タスクですね、特に。部屋名と、なんかタスク内容まではあんまり言わないようにご配慮お願いします。メッドベイはい、了解のでタす。スクをやってたとか、下でタスクをやってたとか、2個タスクをやってたとか、こんな感じでお願いします。はい。じゃあ、下の方に来ていただいて。はい。じゃあ、解散！よし。さあ、行くぞ。では、コメントでありましたね。センター、いつも右ばっか行くから、左行ってほしいみたいな。初手左派の、かのザチキンさんも言ってたけど、左の最大のデメリットは怖いって書いてたね、みたいにね。く、紫。怖いんだよ。もう右が怖いんだよ、基本。早い早い。ほうほうほう。早いですね。早いですね。あら。ナビゲーシ場ョン所で、は。ナビゲーションですね。高田さんナミュート。ナビゲーシション。ョン、ナビゲーション。あれ？ポケユカってそっちから出てこなかったっそっちから行ったね。ナイトメアさんが、とすれ違って、ナイトメアさんが多分ナビゲーションに行ったと思うんだけど、け？で、その直後、センターではないです。だセンターな。が多分俺とずっといて、もう一人誰かいたよね、センターの。いや、僕がウェ見えポてンない。にチラチラいたのは僕かな？だよね。なんかもう一人いたはずなのああ、よ。そうね。ウェポンですれ違っもうた一ら、人？バケか。多分なんか3人ぐらいいたと思いまもうす。一人、ナイトメアさんと？スナ誰だパろイカスターさんはどちらにいた？というのう。も、あ、スナダメアベベンゲンはもうエレクトリカルに3人いたから絶対無理で。絶対無理ですね。で、多分消去法で、あとカスターさんとスナパイさんの位置を知りたいかな。僕はい、は、集中時はストレージです。ストレージ、はい。僕、左側。左側。で、最後、監視カメラ見ようとしたところで、ああ、なりなましるたほね。ど。あまあ、と、僕結が構。パキューカさんを見たのは O2 です。そうですね、スナパーさん開幕右でしたよね。確か。いや、開幕した。あ、したか。開幕コミュニケーション行って、で、その後、シールド、から上に上がって、O2 で落ちバステをやった後に、ストレージに向かう道すがら、ナビゲーションの前というよりは、O2 の前あたりでバケーカーとすれ違ってる。そうですね。で、ナビゲーション僕入って誰もいなかったので、タスクだけして出てったんですよね。で、結構松村さんが直、どこから現れたんや。なんか僕視点は割とスナパイさんが、ロアじゃなくてなんだっけ、シールドあたりのベントからサクッと出て、サクッと殺したのかなってぐらいしか、もうアリバイ的にはない例ですね。スナパイさん、その後は O2 ですれ違った後は？そのままストレージまで下ルートで突っじゃあ、ナビゲーション行けるタイミングありますよね。まあ、だからセンターはとりあえず白いってことぐらいしか。ここで言うと、もうバッケユかスナパイのどちらかしか容疑ができないようにい聞こないえてしまう。と思う。一緒に動いてくだ一緒に動きさましい。ょうか。ゲンと、アベベンさんと砂田さんは、ショックで下に行ってて、もしくはアドミに行ってるんですけど、スナパイさん見たって情報は多分ないと思います。俺ないも見でてない。す。ダブルキル2回で終わるからな。気をつけよう。教習官走れ！ちょっと動画用に言うと、もう、疲れてテンション低いっす。もう正直、行ってきます、先に。昨日の配信、おとといの配信とかでも、ちょっと、めちゃくちゃテンション低かったと思う。疲れております。はい、なし。怖いな。死なねえように動こう。
死体発見よりも。あ、はい、僕から、はいはい、できたの、レポートできたの、停電を直しに行ったらなくなっておりました。あ、でもどこで停電直したところを、エレクトリが、そうです、あの直すところの真ん前ってところが、まだ多分直りきってないと思うんですけど、うん、で止まってたのか。でちょっと焦ってレポートしちゃって、誰がいたかとか見れてなくて。向かったのは一人ですか？僕はもう一人で向かいました。でもうくっつくぐらいまで、直すところのくっつくぐらいまでは進んだんで、うん、死体の位置ちょっと見てないんですけど、かだからもう殺した人もとっくに逃げてて、あ、上の弁当入ったりとか、そんな感じだったのかなって感じ。なるほど、今回の犯行バキュー化が無理なのは僕が証明します。そうですね、お互い無理ですね。はい、ひっついてました。砂染さんも無理だと思います。途中ウェポンのあたりでずっといたので、カフェテリア。ああ、そうですね。ウェポン O2 ナビゲーション、あ、うん、ナビゲーションやってないか。ウェポン O2 やったんで、ルート的には。僕は向かう途中、ストレージあたり、カフェテリアからストレージあたりでなりました。じゃあ僕目線高田さんかな。あ、俺？うん。がまあカスターさんのセルフレポートっていう可能性、まあ以上はあるっていう可能性でした。アドミンから出たときって俺誰と一緒にいたんだっけかって思って、今のターンさ、今のターン誰か一緒になかったっけ。アドミンからセンターさん、アドミンに結構残ってたよね確か、うん、俺誰かと一緒にいたと思うんだよ。1回目飛べた、向かい話して次投票しないともうほぼそうだねちゃうかな。深田さんが同じところにいて行動が似てるなら、その2人のどっちかって相手ばして、え、誰だっけ。アドミンからさ一緒に出た人物がいるんだよな。多分センターさんじゃないのかな。あ、自分先出てその後にマップにを見ながら残ってるセンターさん見かけたんで。ちゃんと覚えてる。砂さん、砂さんと同じ思考だった記憶はあるけど。はい、これ砂さんとラッパイさんでね、砂さんのナビゲーションで立ってる動きもよくわからなかったしね。はい、どうします。はい、追放、まあ誰か追放しないと6人にローはなかなか。え、そうですね、ちょっと待って、スカパイさんと誰が一緒にいたんだっけ。まていうか、ていうか僕だから、ここは絶対ありえないってことなの。そのエレクトリカル殺人に関しては どこにいたの。ちなみにリアクター、最終はリアクターのタスク、カスターさんが通報して。そうですね、で、アベベン・スナザメが多分ウェポンあたり、ウェポン O2 あたりに行って殺害が多分無理な現場だったんで、はい、まあ、人外側がじゃあニコイチで動いてない限りは先端ってことか、実施点、まあ、もしくはカスターさんの実通報、まあ、高田さんはちなみにどこにいたんでしたっけ。ごめんなさい、もう一回。あ、最終位置、あ、俺最終位置多分言ってなかったと思うけど、はい、シールドにいた。ただ一応、うん、証明は誰かできるの。いや、ね、アドミンから出た後ぐらいまでしかできないから、多分その後一人だから。どういう動きしました？え、アドミンから出てストレージ側に行って、コミュニケーション側に行って、ストレあのシールドに行ってる。停電中に？停電中に。高田さんだと思うけどな。最初の、俺も最初のね、ちょっと話させてほしい。最初の殺害の時にナビゲーション行く前に、ナビゲーションに入る前になんか。僕を待ってたんですよ、高田さんが。不自然だなと思って。多分死体が見えてたんじゃないかなと思うんですよね、インポスター視点で。で、疑われないように僕を待ってたんじゃないかなと思うんで、高田さんが使えると思ってます、ね。それだったらめちゃくちゃおかしいっていうのがあって、先端の理由がそのままだったら、はい、俺はじゃあ先端を待ってるんだったら、先端殺す方が最善になっちゃう。でも、見られてるし、バキューカーに。スナパイ、高田だったら、全然あり得ると思ったけど、僕、ここにいろだと思ってます。今日、どうしますか。だとしたら先端を切り捨てた。スナーパイバケユカの二択にするか、まあ、考えて僕スナーパイバケユカローラーか
高田さん先端ローラーかどっちかになるんですかね。初日ローラーの方がいいと思う。スナパイバキューかローラーにしたいかな。うん、初日絶対投票してください、うん、絶対投票。すぐ投票、すぐ投票、すぐ投票。あんまり引きが進まんな。うわ、投票。俺は。間に合ってなかったね、高さん。あれ、俺間に合ってない。うん。2秒ぐらいで締め切られるから。もう一回ボタン押して。役立対策。はい。はい。投票しましょうか。できれば押したかった。バケユカに入れた人の心理が全くわからなくて、バケユカがもし犯人だったら、うん、スナパイさんに見られ、入るとこ見られてて殺して、で、しかもそのまま、歩きでウェポンまで来てるんですよね。まあ2人とすれ違って歩くからね。そう。普通だったら、じゃあ俺からの主張がある。センターのなんか思惑が固まってそうだから俺から主張があるんだけど、はい、バケカはまあバケカが犯人かどうかは俺は断定できないと思ってるんだけど、ナイトメアさんをナビゲーションで見てないっていう主張なんだよ、バケカさんって。うん。これあの僕がタスクやった時はいなかった。で、多分僕がタスクやってあのウェポン側に行く時にすれ違ったかなってぐらい。あ、ちょっと待って、1個だけ確認したいんだけど、スナパイ3視点でバキューカで、バキューカ視点はスナパイで確定でいい？確定ではない。分かんないです。見てないんで。ウェポンからナビ、あの、ベント使ってきた人がいる可能性はゼロではないと思うよ。ベントに潜んでたとかね。そもそもミリラーで見かけたのがスナパイと僕しかいなくて、まあ、高田さんと先端さんは2人で発見するんで。スナパイさんとベントにいる、いや、バキウカじゃないとしたら誰な、まあ、誰が覚えてる、まあ、ごめん、今からはもう無理です。あ、了解です。いやいやいや、だってそうやったら僕か高田さんになるよ。ベント使ったっていうんだったら一緒にいたから。で、かつ、あと残りの3人は、あれ、あの、どこだっけ、砂ザメ、アベベンゲンはエレクトリカルで3人それぞれ見てて、からその容疑の広げ方はよくわからんけど。だから選挙法で絞ってる感じなんで、スナパイ、バキウカは。うん。なので、もしもバキューカじゃないって言ったら、消去法でいなくなっちゃうっていう。現場方面から走ってきたバキューカが一番候補としては正しいです、僕視点では。もう僕視点では、下に行ってから報告がなかったスナパイさんが、まあ、シールドカラーベントかなってぐらいですね。まあ、高田さん、先端さんの二郎はちょっと追わなくていいよね。まあ、ってぐらいですかね、あとは。投票してね、投票してね。釣れると思う。あ、俺か。はい、わかりました。ローラ必須でよろしくね、先端、はい、押してください。押した、押したよね押したよねあなた疲れてるのよ。煮るなり焼くなり好きにしてまあ押せたから満足。ごめんよ、負けゆか。あ、いや全然しょうがないです。それをできた人が位置的に、じゃあもう初日の話はもうこれ失敗したらまあ仕方ないってことで終わりとして、うん、エレクトリカルの話なんですけど、はいはいはい、アベベンさんとスナザメさんは一緒にいたって感じですよね。そうですね、近くにいましたね。じゃあもう、うん、うん、じゃああれじゃん、うん、あれだよね、バケユカも釣って、そうそう、違う、バケユカも釣って、あ、カスターさんだけで基本的に全視点終わりか。うん、多分エレクトリカルに関しては多分砂溜め目線だと先端高田以外にできた人がいない、あとはカスターさんのセリフレポートぐらいかなっていう。バケユカとスナパイさんが一緒に動いてたわけでしょ。でここがローロー、うん、砂溜めアベベンローローではない限りは全視点って基本終わりだよ、多分。砂溜めアベベンローローはないですよ、初日の、まあ、初日の殺害は無理ですから。だからカスターさんのセリフレポートを考慮しない限りって全部終わりじゃね。ってなるともう先端高田のどっちだろう、エレクトリカルはっていう多分ことになっちゃうかな、うん、一緒に動きましょうか、ね、僕と。そうだね、一緒に動いてくれた方が助かるかな、村的には。オッケーオッケー。え、
俺と先端高田、先端高田で、まあどっちかが死んだらまあどっちかを釣るっていう感じで、まあどっちかに源さん殺しが、まあ先端さんか高田さんのどっちかなんだろうなっていう風に思っちゃってるので、 僕と高田さんがペアで動いてなかったらボタン押して僕の死体確認してください、もし殺されてたら。了解です、はい、了解です。うん、まあ1日目も2日目も高田さんの行動不審だから間違いないと思うけどな。俺の行動って不審だった？めちゃくちゃ。ボタン余ってるのって誰ですかね、ちなみに。砂溜め余ってます。あ、どうしよう、ちょっと間違えて。アベベンあります。はい、アベベン砂溜めあるのか、まだエマージェンシー。やべ、ちょっとあります。ピーター、もうダメかもしれん。もうダメかもしれん。みんな、さよなら。いや、もう完全スナパイさんと高田さんで思考ロックしちゃってるけど。大丈夫かな。離れて離れて、カスさん離れて。マジタスクやる気ある。絶着とトレーターじゃない、なんだっけ、インポスターと思うけど。あ、ちょ、離れて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 。ラザムさんどっか出てきた。ロイチになまくってる。離れて。グググググググチナルトロク、ありがとうございます。あ、じゃあこっち行こう。やってるかもしれん、タスク。やってるくらい、もう完全に機械伺ってると思うからね、ワンチャンスの。一回しかまだ見てないけど、リアクターの。タスクやってる感じしか。次行きたい。
誰か死んでないか、大丈夫か。あーさんと阿部弁さんと砂溜さんだよね。チャンネル登録ありがとうございます。チャンネル登録ありがとうございます。やばいやばい、これやばい。あー危ねえか、大丈夫か。結構安易に近づいてくる人多いな。まだ1回しかタスクやってるの見てないですけど、これ大丈夫ですかこれ。1回しかないかな、チャンスは。うい、終わらせよ。勝てるでしょ。死んでるこれ。発見してくれたらありがたいけど、か間に合うかこれ。あーこれ終わったか。マスターさん死んでるっぽいなこれ。死体発見しに行くんだ、サナダメさん。次ボタン押すか。ナイス、素晴らしい。ナイスボタン。あぶねー、ナイス判断だ。あぶなー、あぶねー、ナイスすぎる。あぶねー、よかった。あぶねー、ナイスプレー。丈夫すぎですよ、砂田さん。じゃあ、高田さんを。今日は高田さんですよね。今日は高田さんを。はい、高田さんです。あぶねー、すげー。いや、グッジョブすぎる、砂田さん。本当に、本当に神、今のは。これは。危なかった。いやー、危ねー。いやー、マジ素晴らしかった。アドミン見たらニコイチがいなかったんで、やべえと思って。いやー、最高。いやー、これはナイスゲームですわ。ナイスゲームでしたね。いやー、ナイス。危ねー。うわ惜しかった、いや惜しかった、いや怖かったし、多分ギリギリだった。クールタイムがもしももうちょっとで終わったら、うんうん、やられたかもしれない。阿部弁さんか砂溜めが、ね、スナッパイさんとバケウカさん釣られてからね、誰もね真ん中のボタンが押される機会が、まあ、押せる人が少なかったから、うんうん、くっそー、いやここぞ本当にあのタイミングしかなかった押すのが。うん、すごい完璧、完璧。あぶね、いやちょっとアドミンでニコイチ確認しようとしたらみんな孤立してたからやべえっていうことになって。いやありがとうございます。えらいな、危なかった。最高、最高のボタン。ちなみに バケリンとスナッパイさんどちらだったんですか。私です。あ、スナッパイさんか、スナッパイさんですね。現在初手ストレージはあれは本当ですか。はい。あ、じゃあ本当に我々が見てなかっただけなんですね。なるほど。ストレージ、あ、アベベン現スナダメ、誰もスナパイさんをストレージで、確かにあの後ろにいたってことですかね。そしたらじゃあ我々のね、逆から僕多分最初に降りてそのままコミュニケーションいってるんで、ストレージにはないです。ああそうか、でもアドミンで確かに我々ちょっと時間使ってたのでその時から。なるほど。僕なるほど。O2 は僕が最速で行ってるし、で僕が行った時もバケグカさん中にいた気がするんだけど、多分タスクで見えてなかったんじゃないかな、もしかしたら。あ、中にいたんだ。僕は多分入った時、バケウカさんいるなとは思った。
じゃあ多分そこですれ違ったのか、申し訳ない。うん、これさ、初動さん殺しててもダメだったよね、多分ね。無理だよ。いや、もう完璧なタイミングだったと思います。我慢が完璧だったと思いますね。殺したタイミングはもう文句なしだったと思います。あ、いや、じゃなくてさ、一番初めのさ、始まった瞬間の時、俺がレポートした時、センター後ろ行ったじゃん。あ、はいはいはい。センター殺してたら俺になるよね、絶対。ああ、まあ、そうですね、バキイカが。証言してる。さすがになっちゃうかな。こうか、うん。だと思う。で、高田さん、あ、死体見つけてってやったら、なんか引き返そうとしたら、あ、こいつインポスターなのかとか思いながら。そうだよね。なっちゃうよな。僕はまあ幽霊して見てたから。相方の死体をたまたま高田さんが発見しちゃったっていう。そう。本当にもう村あのクルーがついてるの見えてたから、でねと思って。ああ、まあレポートせざるを得ない状況だったっていう。まあそれは確かに。まあちょっと交通事故みたいな感じの多分タイミング悪かったと思って入るタイミングが、いや全然あのまあ思ったより人いなかったんだもん、やっぱ見て感じ、運が悪かった。